金引きには日本の競争馬、シュボバ。2005年と2008年の JRA 賞最優秀、ダートホース。場名はハワイ語で雷の聖の意。現役時代は自身と同じ金子マサトホールディングスの所有馬であり、また主戦騎手を竹豊が務めていたノーザンファームの同期のディープインパクトになぞらえて砂のディープインパクトと呼ばれた。 2004年7月31日新潟第5競争で、柴田義富を背に3番人気でデビューしたが、4着に、敗れた。同競争のカチューマは、後にフェアリーステークスを勝利するフェリシアだった。次の小倉の未勝利戦でも11着と惨敗した。しかし、年明けの2005年2月13日の京都第2、競争未勝利戦では、初めてのダート戦で、 人気も9番人気まで落ちたが、2着に7場審査を、つける圧勝だった。ここから、ダート路線での快進撃が始まり次の500万、下条件戦では2着に大差勝ち。芝の毎日杯7着を挟んで、ダートに戻った単語ステークスでは2着に9場審査、初のダート重賞ユニコーンステークスでは2着に1場審4分の3差で、重賞初制覇を達成した。 勢いそのまま、ジャパンダートダービーは、後続に4馬審査をつけ、GI 初制覇を成し遂げた。続く、ダービーグランプリでも直線鮮やかに抜け出して、勝利を収め、3歳、ダート GI2 冠を達成した。コバとの初対戦となった、武蔵野ステークスでは出遅れも響き、追い込み届かずサンライズバッカスの2着に敗れて、ダート戦初黒星を起死した。 しかしジャパンカップダートではシーキングザダイやスターキングマンとの叩き合いをコースレコードで制し中央 GI 初制覇を果たした。これは起乗した竹豊の中央競馬史上初となる3年連続200勝達成の勝利でもあった。これらの活躍が評価され2005年度 JRA 賞最優秀ダートホースを受賞した。ジャパンカップダート以来の休養明け初戦となる。 フェブラリーステークスでは、前年度の覇者名称ボーラーや船橋の実力馬、アジュディ・ミツオーなどが参戦する中、2着シンキング・ザ・ダイヤ、2、3馬審査で勝利。フェブラリーステークス後は、ドバイワールドカップに出走するが、エレクトロ・キューショニストの5着に敗れ、2着のブラス・ハットの失格により4着に繰り上がった。ブラス・ハットの関係者から、 異議申し立てがあったため最終的な着順決定が遅れたが6月29日に4着と決定した。そしてドバイ後の初戦となる6月28日の帝王賞は地方最強馬アジュディ・ミツオーとの一騎打ちとなりアジュディ・ミツオーの逃げに一馬身を呼ばず2着に敗れた。その後マイルチャンピオンシップ南部杯を目標とし調整が続けられていたが屈辱ン,ンを発症。 復帰を目指し長期休養に入った。2007年9月9日に帰休し、復帰レースとなる武蔵野ステークスに向けて調整されていたが偶然、浅く腱炎を再発し、9月12日にノーザンファームへ放牧に出され療養した。この時伝部の死亡組織にある肝細胞を右前足の腱に移植する手術を同級場のフラムドパシオンと共に受けている。2008年、 療養を終えて10月1日に帰休した。そして約2年4ヶ月ぶりに出走した、武蔵野ステークスでは2番人気に指示されたが、道中では終始かかり気味に競馬を進め、直線に向いてからは仕掛けどころで、周りの馬たちが傘のような壁となり前にも横にも抜け出すことができず、足を余して急着に破れた。12月7日、阪神競馬場に舞台を移したジャパンカップダートに、 出走。これまでの実績を評価されて、単勝4番人気に押された。レースは骨折の竹豊かに代わり初起場となった、クリストフルメールがスタートよく、行為につけて、インコースを走らせ、第4コーナーを回ったあたりで先頭に立ち、追走する名称闘魂、バーミリアンを振り切り、2006年フェブラリーステークス、以来、2年10ヶ月ぶりの勝利を2度目の銅。 競争制覇で飾ったジャパンカップダートの二度制覇は当馬が初めてである。また、この勝利で東京と阪神両方のジャパンカップダートを制したこととなり、これは中央競馬における唯一の記録である。その後、12月29日に大井競馬場で行われた東京大賞展に2番人気で出走。最後の直線で一番人気のバーミリアンを一騎打ちの 末、首差で制して勝利した。これらの活躍が評価され2008年度 JRA 賞において最優秀ダートホースに選出されている。2009年は川崎記念から指導、安城は引き続き、ルメールが務めた。レースではフリオーソの2番手でレースを運び、最後の直線で握るフリオーソをハンバーシンカして HGI 勝利数最多タイとなる7勝目を飾った。 2月22日、GI4 連勝を目指し、フェブラリーステイクスに出走。全出走場中最速の上がりで詰め寄るも、サクセスブロッケン、カジノドライブと、同タイムの3着に敗れた。5月5日には、柏記念に出走し、エスポアールシチーの2着に敗れた。この競争後安城の内田博之が足元に、違和感を覚えたため逃げば、翌日に行われた精密検査で、 左第三四骨折りが判明、一年間の休養に入る。当初の復帰初戦は、宝塚記念を予定していたが、陣営がダートにしたいという理由で、プロキオンステークスへの出走が検討されていた。ところが、大井競馬を主催する特別区競馬組合が、ダートグレード競争出走資格の変更を行い、従来出走を認めていなかった一年以上、休養した馬でも、 ゲート試験に合格すれば、出走を認めることとし、当年の帝王賞から、この規定が適用されることとなった。無事に、ゲート試験に合格し、晴れて出走可能となった、帝王賞では、横山のりを安城に迎え、集団からの押し切りを試みたが、振り遅から2馬新半離され日着に敗れた。7月19日のマーキュリーカップでは、逃げる誠スパルビエロをマークし、 二番手でレースを進めると3から4コーナー中間で先頭に立ち、後続に5馬審査をつけ圧勝し、前年の川崎記念以来となる勝ち星を挙げた。8月12日のブリーダーズゴールドカップでは、圧倒的一番人気に支持され、レースでは行位で追走し直線で一旦先頭に立つも、シルクメビウスに交わされ4馬審査の2着に敗れた。その後は、 日本テレビ坂に向けて調整が行われていたが、9月5日、新潟競馬場にて、各居長教師より、右前足の以前とは違う箇所に加え、左前足にも、浅くっ権が発症したことから、年齢を鑑み引退することが発表され、9月17日付で、競争馬登録が抹消された。タイムランの R は、レコード価値を示す。2011年から、 優ンスタリオンステーションにて種ボバ入り、総額9600万円の新ケ計トが組まれ、早々に満口となった。初年度の種付け料は60万円、または80万円。初年度は6月に、アミノコーヘルニアを発症して、手術を受けたためその年の種付けを中断する、アクシデントに見舞われたものの、それでも、約170頭に種付けをする人気で、 2012年も175頭に種付けと校長を維持している。2014年5月21日門別競馬第5競争 JRA 認定フレッシュチャレンジでコールサインゼロが3区初勝利を挙げた。2016年5月27日、つなぎ用先の優秀スタリオンステーションにて種付け中の事故により死亡した。14歳ボーツ、ありがとうございます。